いらっしゃいませ。何かお酒。ああ、その、なんか女物の指輪で。ああ。ほう。今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。よし。かしこまりました。あ、ああ。その、誕生日プレゼント。それでしたら、サービスでお相手のお名前を刻印する。それじゃあ、ユミって入れてもらえる。はい、受けたまわりました。もしかしてあなたもすられた？ああ、ひょっとして。ええ、あのすり師は隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたので。なるほどな。だがどこ。もしも見つけたら。わかった。おい、お前。盗んだ指輪を返せ。チッ、バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あの男。ようやく見つけたぞ。くそ、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ、ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ一子相伝の暗殺権を受け継いだ。こん、どりゃ、
すいませんでした。もう暗殺権はやめ。スリをやめろ。さあ。それが、もう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に、質屋で金に変えちまい。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その、言いにくいんですが。その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと？当たってればいいんですがね。結果が。おっと、危ねえだろ。なあ、その指は俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうと。違う、信じてくれ。ほっ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。兄貴じゃないですか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープス。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんて。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない。急いでくれ。はい。オンに切る。今度感想聞かせてくださいね。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確か。本物なら弓って彫ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。
シンジ。あれ兄貴、早くないっすか？ショートだったんすか？シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか？頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれん。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールでハシゴするか。さっきまであったのに。あんた、や。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ。それでちゃんと指輪を調べたら、あんた、だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちゃう。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。
おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。錦はどうした？錦山君ならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわ。そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば由美は？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。じゃあしっかり風間さん、今夜待って。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。いやちょっと。青木と言います。実はこいつ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、俺が拾った情報を高く買ってくれる。で、今この街で一番生きがいいのは？あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃが。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋って。柏木。すみませんすまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ、おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に？詳しくは分かりません。
では錦のおじけばをそれ聞いて首長のところに。錦がで場所は劇場の横のビルの首長の事務所です。わかった、すぐに行く。おい、どうした。道島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやすさん、弓と錦は兄弟なんです。俺のだから今俺が行かねえと。カズマ。